山口敏太郎の日本大好き。はい、山口敏太郎です。今日は柳瀬のエムズカフェに来ております。山口敏太郎の日本大好き。FM アッチさん、ラジオサンキューさん、FM 浅草さん、FM ビザンさん、東京都浅草、徳島県、愛知県、岐阜県の4局ネットでお送りしております。で、今回はですね、特別、毎年やってるんですけども、スピンオフという形で、吉村代表、お化け屋敷実行委員会であります、柳ヶ門の吉村代表に毎年、お化け屋敷の見どころを、伝授していただいております。でこれ愛知県の人とですね、岐阜県の人聞いておりますし、あるネットだと、三重とか静岡とか京都とか近郊の方も聞いておりますので、行く前に一回聞いてですね、レクチャーしていただいてお化け屋敷に行くという感じにしていただければ幸いかなと僕は思っております。ではですね、早速吉村代表からお話を聞きたいと思います。ちょっと追っかけ森富舞が来ると思いますので、そのあたりもぶっちゃけた話をいろいろできればなと思っております。まずですね、柳ヶ門代表で、恐怖の細道の運営の実行委員長であります、吉村代表に、来ていただきました。吉村さん、どうぞ。あ、こんにちは。はい、山口さん、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。これ言いながらしょっちゅう会ってますけど今年のテーマは夕暮れということなんですけども、それは何かテーマにした理由ってのはありますか？それはでも、はい、プロデューサーの山口さんとこれ練ってきた、少年が大人になるときに、はい、こう思春期の中二病ってね、いう言葉がネットスラングであるじゃないですか。そうですね、その成長する過程に見るその、なんていうのかな、夕暮れで夜が迫る、恐怖感、大人になることの不安とか恐怖というふうなもの、あと期待もありますよね。結局昼間という子供の時間が終わって、そうそうそう、夜という大人の時間に移行する思春期のちょっと不安定さ、儚さ、危うさみたいな。さすが山口さん。いやいや、そこまでね、もう長い付き合いだから、そこまで理解していただけるっていうことはありがたい。そういったことです。そうですよね、だから昭和と平成という間に漂うちょっとなんか違和感と、その境目のちょっとあやふやなトワイライト、そういう時間的なあやふやなところと、人間は成長において大人と子供の戦いという、もう大人に僕はなりたいけどもならなければいけないという、その、こう心の戸惑い、みたいなものをその夕暮れの帰り道というタイトルにして、だから見ました。みんな中学時代とか通ってきた道なんで、ああこういう思いってあったよなみたいな、ね、そうなの、そうなの。だからなんか内容としてはもうイメージとしては、学校を、出るじゃないですか、ね、そうですね、高校とか大学とか下校すると、そこが以前ならまっすぐ家に帰ってたんだけれども、そこにその何かこの自分が寄り道をしよう、寄り道をして、はい、知らないところに行っちゃって、で家に帰る、時間というふうなのが、遅くなって、はい、そのうちにその夕暮れ時になって夜が迫る、そのトワイライトの時間に、この私たちは岐阜の人間ですんで、それぞれの夕暮れの帰り道ってあると思うんですけど ね、僕たちもやっぱりお寺の近くを通るとゴーンと鐘が鳴ったり、その影がこう長く伸びたりとか、カラスの鳴き声とか、その犬の遠吠えとか、そういったものが昼間だと何とも感じないものが、夕暮れ時だとそれが怖く感じる。チャルメラとかも怖く聞こえる。あれも怖いよね。なんか君でしたよね。そういったその、自分が成長する過程、柳瀬自体にもそれを合わせてるんですけど、
あのそういった心の移ろいみたいなものを、テーマにしたお化け屋敷ということで、その山口さんはそうやって僕があたかも考えたように言われるんですけど、山口さんと考えたこの今回のその満を持して行動する夕暮れの帰り道というこの、テーマですよね。そうですね、うん、あのまあ岐阜のこの恐怖の細道ですね、非常に大好評を得まして、おととしと、ね、うん、まあ、あのあのその前の年ね、うん、あの3年前とでかなり大反響で、まあ、残念ながら去年は中止になってしまったんですけども、はい、だから1年目と1回目と2回目が行きだとしたら、うん、今回1年休憩して4年目において帰り道にようやくお化け屋敷がたどり着いたのかなといった印象を受けるんですけど、まさにその通りですよね、うんうん、長い帰り道が続くんですよ。ですね、あと何行きは余裕に帰りは怖いって言葉もありますけど ね、本当にまあ、そういうことですよね。そうなんですね。2年で、2年行き道があって、3年目で戸惑いながら、まあ、4年目第3回帰り道を歩き始めた恐怖の細道。そうですね、だから戸惑ってた1年というふうなものがここに生かされていると、これはこうジャンプをより高く飛ぶためのためにつながれば、うん、そうありたい、そうありたい、もっと高く飛べるぜっていうのはありたいですよね、うんうん、で、あれいつでしたっけね、初年度でしたっけ、7位にされちゃったのは、うん、そうでしたね、どういう評価なんかってもうどういう基準の評価なんかっていうのもね、あのよくわからないですね、なんとなく感覚で決められちゃった感もあるんですけど、うん、あの某、まあ、雑誌でね、お化け屋敷ランキングだった、そうですね、我々の、まあ、この柳瀬お化け屋敷恐怖の細道はなんと7位だったと、うん、でちょっと、まあ、嬉しベスト10に入ったのは嬉しいんだけど、ちょっといやこれ1位取りたいよねって話は当時からありましたよね。ただ今から考えると1年目のハードっていうのは、とてもこうチープだったというふうに今から思えばね、今から思えば、うん、ノウハウも何もなかったですから、そうそうそう、ただとりあえずやってみよう、その存在自体が、その口先女の発祥の地で、口先女が出る、いやね、まあ、んなこと言ったらいけないかもしれないけど、さびれた商店街で行われる町おこしのお化け屋敷というのがこれはショッキングだった、うん、まあ、そういったことがその評価されたんだな、その存在そうですね自体が評価されたんだと、まあ、その1年目のことは思って、伊藤さんとかも絶賛してくれましたもんね、うんうん、本当だね、革命だって、そうですよ ね、2年目から三川さんがすごい応援してくれた、そうです、まあそういった、ね、山口さん、そもそも山口さんとの出会い自体が自分にとっては、うん、この健康一滴の思いでお会いして、うん、心を通じてこうして岐阜のために働いてくれたっていうふうなことに関しては、そこが第一歩ですもん。お化け屋敷の始まりっていうのは、僕と山口さんとの出会いで、そのもうくたびれてない、まあ僕はくたびれてたのかもしれないけど、の中年がそのもう一度夢を見ようっていうふうなところから始まった。だからここがね、僕ね、やっぱり恐怖の細道の原点だし、一番大事にしなければいけないことだと思ってるんですよ。そうですね、だから、うん、僕らが子どもの頃夢を見た時代があった、でもそれがいつしかその夢をこう自分で妥協する、森富さん来ました、森富ちゃん入って、いつかそれをね忘れようとして、うん、自分の心に鍵をかけようとして、そうそうそう、いや鍵をかける必要はないんだ、うん、無理をする必要はないんだっていう、うんうん、思ったのがなんか機会ですよね、うん、そうそう、あのいくらでも話せるよ。でそれで山口さんに会いたくて会えて、でまあいいのかな、震災のことも。ああいいですね、その、はい、震災というふうなことを契機に、あれで人生が変わったね。そうですね、うん、そのあの自分のブログにも書いたんだけど、山口さんに会えて、そのクリプトツーリズムという、この僕にとってのこれあの天下三分の計ですよ、この手があったかっていうふうなことに行き着いて、で震災があって、まあ、山口さんが岐阜に避難してきた、その時にまあ時間があったからいろいろそのくすぐり続けた自分の人生とか、その戦ってきた山口さんとの人生とか、そういうふうなことを話しする、たまたまそういう震災というふうなものがあったおかげで、僕らはそう
ここにその自分の人生の大事なものとその運命に挑むというふうなことについて語り合えて、それで山口さんの影響で、影響というかその心というか魂がお互い響き合ったっていうふうなことが、何といってもこれが原点。そうですね、うん、ここからいろんなものが始まったという、それはもう紛れもない。だから僕がちょうど東京、あ、舞ちゃん、思い出、舞ちゃん、もう一人舞さん今くさこんでの格好で、口は喋れますか、それで。こんにちは、口裂け女です。今お客さんいっぱい追いかけてきました。それは演技です、そういう口調で喋ってるの、それとも声潰れちゃった、どっちだと思いますか。潰れた。ご想像にお任せします。潰れたんだね微妙に役作り してるんやね、今もね、抜けてないのか。今お客さんと一緒にいたので、あ、なかなか抜けてないからね。ご苦労さん、本当にね、お邪魔します。よろしくお願いします。はい、酒女さんです。それでまあ結局、まあ僕自身も東京でずっと戦ってきていてですね。うん、それで割とやっぱり情け容赦ない戦いが東京で続くわけですね。うん、もう殺伐として隙あらば味方に切りかかる。そういう街なんだ。そういう街です、東京は。うん、でやられる方が悪いという、うん。後ろから切りかかられることもありますし。うん、まあ、裏切りもしょっちゅうです、うん、で味方と思って事務所の中に入ってきたやつも裏切って内乱を起こすとか、うん、そういうことが当たり前だったので、僕はそういうことやつらを切り捨てることに対して、うん、あまり情がなかったところがありますね、うんうんうん、でそうあるべきだと思ってて、うん、吉村さんと会って、うん、僕自身も何か忘れていたものをよみがえったような気がするんですね、うん、逆に吉村さんも、うん、あ、ここまでこう日々同世代の人間がこうなんか夢を捨てずに戦ってるってことに触発されたとおっしゃってたじゃないですか、うん、逆に僕は、ああ、ここまで人を切らない人がいるんだと思ってびっくりしたと、うん、だからそこら辺がお互いにこういい相乗効果があって生まれたのが恐怖の細道ということなんで、うん、そうだね、うん、あれはやっぱりお互いに人生の迷い道に入ってしまっていた結果生まれたのが恐怖の細道ではなかったのかなと、うん、印象が今となってはありますよね。さすがに、うん、なるほどと思う。自分自身がそうだったってことを改めて教えられる話やね。そうなんだろうね。そうですよね。なんかこう考えてみると、当時はそんなに意識して考えてたわけじゃないんですけど、うん、結果的に何かお互いに欠落していたものを補っていたという感じはありますよね。だけど山口さんはもう夢じゃなく、夢を現実として戦ってたでしょ。そうですね、で僕はね、まあ、普通に生まれて家業を継いで、自分の人生が残りいくつか、いくらかの自分の人生がただ消費されていく、その、なんていうの、賞味期限が切れることに自分の人生が怖かったよね。なるほどね、うん、それでその夢に迎える、うん、人生のターニングポイントっていうのが山口さん、だけど、夢だけじゃ生きられないからね、自分のやっぱり選んだ仕事というふうなものはきちんと守りながら、生まれてきた意味を知りたい、僕が何をもって本当に生まれてきたのかっていうことを知りたい、正法眼蔵というその道元の書いた本の中に、まあ、いろんな言葉があるんだけど、志って言葉があって、はあ、志ってよくその 言うじゃないですか。その、私はこう志したとか、そうじゃなくって、それはそもそも魂の向かう方向だという解釈なんですよ。そこに魂が向かう方向だと、そう思ってますよ、うん、これはこの意志の力で目指したことじゃなく、その普通に考えて変じゃないですか。成功も何もその担保されてない、その補助金も何もない、でそのあるのは僕らのビジョン、そうですね、ビジョンだけで、そのそれだけです。その柳瀬で唐突にお化け屋敷をやりだして、これは僕は意志の力じゃなくて何かに背中を突き飛ばされたようなことで始まった、そうですね、出来事だと
思うよ。何かが謎かけをして、うん、まあ、人生の節目において、うん、まあ、お前はどうするんだ、こういう謎を投げかけるけどどうやって謎を解くんだみたいな、うん、なんかね、お前ならどう動くって、まあ神仏は僕はやみくもに肯定はしない方なんですけど、うん、何かこう突き動かされていて大きなものに問いかけをされたのかなと。僕はあのまま言ってると、例えば冷徹の IT 企業の社長みたいになってるだけであって、東京で四国で育ってね、うん、培ってきたその人の優しさとか情っていうのがだいぶ薄くなったんですよ。あ、やっぱ岐阜ってそういう感じあります。やっぱりあの地方都市ならではの人情はありますよ、うん、でそういうものをかなぐりしてて四国からやっぱり脱藩して江戸に行くわけじゃないですか、うんうん、脱藩か、そうです、うん、ほんでやっぱり日本通のところで働いて、うん、そこでやっぱ東京の冷たさを知って、で自分は冷徹であるべしみたいな、勝つための手段を選ぶなみたいな感じになってたわけですよね、うん、でそんな中でちょっと震災が起こり、そして岐阜との、まあ、元々ちょっとしたご縁があったんで行くようになり、それで僕が出てきたものがやっぱりその少年時代に見た、いつか見た風景があった、そういうテーマがあるからこそこのお化け屋敷は受けたんじゃないのかな、夕暮れの帰り道っていうのがまさにそういうことだったんだろうね、人生の折り返し点ですからね、うん、ちょっと吉村さん、僕も50前後で、うん、あ、もうこれ残り、例えば今日誕生日だ、49歳49歳ですからね、うん、だからやっぱりこうあと、まあ、20年生きられるのか30年生きられるのか分かんないですけど、平均寿命が今男性79ですから、うん、まあ、あと30年近く、そうか、30年で死んじゃうんだ、ですよね、あ、それ考えるとやっぱり夕暮れ時なんだなとは思いますよね。なるほどね、うん、山口敏太郎の日本大好き、僕は明け方中島みゆきを聞きながら涙を流しています。阿波遍路そば美山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なおそばを味わえるほか、そば打ち体験、手打ち学校美山も大好評。そばを打ちながら友達と知り合えるそばコンも毎月開催中。電話番号は070-5683-6052、阿波遍路そば美山に来てくださいね。山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号03-3597-8755、営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー、会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。 iPhone 無料アプリオカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか？だから僕は岐阜でもらった勇気と、あの人に対する優しさっていうのをつくづく思い知りましたね、うん、ありがとう、そう感じてくれる、僕はあの結構冷徹に反逆者は切るべしみたいなこと言ってたんですけどいやそんなことないよ、僕からすると山口さんは、とてももどかしく優しい人や。そうですかね、ああ、そうそうそう、それはもう本質というふうなものを見ると、その、はい、やっぱり裸一貫でやってきたから、ああそこまでするかと思うところも、正直思うところもあるけれども、本質の部分っていうのがもう優しくて、あのそんなこと言ってね、あの著名な作家の山口さんに
申し訳ないんですけど、なんかね弟みたいに思うの。あ、いやいや、そのなんか、あ、かわいいなって、 ごめんねそんなこと言って、そう思う時がよくあるの、うん、だからせめて俺ぐらいは本当のことをあなたに話したいなと思うし、俺の本当の気持ちも話したいと思ってるんですよ。やっぱりなんかね、こうなんかね、おっさんたちの、例えば稲垣さんが来てくれるとか、うん、お父さん、いろんな人たちが集まってきてくれて、うん、それでおっさんたちの友情のもとに成り立ってるってところが、このお化け屋敷の良さにつながったのかなと、うん、そうだね。でね、やっぱりそういうのがね、無意識のうちに伝わってくるからこそ支持を集める。商業主義のお化け屋敷を批判するわけではないんですけども、うん、なぜ柳瀬お化け屋敷を受けたかというと、そういうところなんじゃないのかなと僕は思ってますね、うん。今日もたくさんお客さん来てくれててね、ありがたい。引き出し行きますね、うん、だからどうですか、 3回とも参加してるよね、最初からこの子いるからね。ですよね。変なね、前この1年目 の映像とか見直してみると、少年のようだったよね彼女。そうです、ね、何だったかな、僕はあまり認識なか、顔覚えない方なんで、うん、よく分からなかったんですよ。なんか女の子の一人みたいな思ってて、うん、うちの事務所にも入る話が出る前だったから、うん、なんかのイベントで司会をやったんだよね。そうですね、先生と島田秀平さんの。あ、そうだ、ね、そう。なんかね、階段かどっかですれ違って、今日はよろしくお願いしますって、なんだこの子はって思ったんですよ。この子誰って思った、うん、そしたら、あの子が、あのお化け屋敷いる子でって、ようやくつながった。最初はどっか他から来た司会の子かなと思ったんだけど、あの子お化け屋敷で、あのカツラがいつもずれてる子ねっていう認識がやっと出て、でもあの時から比べて今回のレベルの高さってすごいでしょ。あ、そうですね、その毎回なんかいいところって違うなって思うんですけど、なんか今回はすごいチームワークっていうんですか、温かいっていうんですかね、そんな気がする。なんかすごい、野球でチームプレーができてるような気がしたよね、うん、でよくあれだけ俺は小道具を揃えたの。いや、それにね、恐怖の細道っていうのが、うん、ある程度この森富さんもそうだけど、ずっとこの年になるまで夢を追いかけているわけじゃないですか、うん、その役者芝居とか。そうですね、でオーディションやったでしょ、山口さんも言ってくれたけど、横浜とかいろんなところから来てくれるんです。だから恐怖の細道はこの3年目の開催というふうなことで、そういった表現者たちのある意味夢の受け皿になれてきたのかなって思うんですよ。役者経験者が多い、ね、そうそうそう。だからアメリカ大陸にね、こうイギリスとか、アイルランドとか、アフリカからは連れてこられたんだけど、そういうところから夢の新大陸へ、うん、その夢を持ってきたような、そういうイメージ的な話で申し訳ないんだけど、そんな感じを受けるのね、ここのところに。その表現者として、山口さんももちろんだけど、伊坂さんとか、うん、そういった人が関わっているこの我々のお化け屋敷にチャレンジ、そのチャンスを求めて来てくれてるっていうふうに感じるのね。やっぱりあれですよ、恐怖の細道っていうブランド力がついてきて、うん、あそこでなんか参加したいっていう役者の卵とか若手の子たちが来るようになりましたからね。ああ、それは嬉しいね。それはね、最初の時はね、もうこう本当に牛崎さん以外素人の人たちをこうあの子が知った激励しながらこうやってたことを思うと、その口先女やったるんやというふうな気持ちで、いろんな人がオーディションも危機迫るもんがあったよね。必死でしたよね。もう必死。ここまでやるかと思うと、あの時からもう胸が熱くなってね。だから僕はね、だからあれがあったから、この子たちの受け皿になるお化け屋敷ハードは本当にもうその彼女たちなしでも成立できるそのハードを作って、そこに相乗効果として彼女たちが暴れれる舞台という形にしなければってことを、そう思ったの。そこはやっぱ建築家としてのやはりプライドと。建築家じゃないな、それは何ですかね、やっぱり今言ったように、うん、口先女オーディション
での本当に あのいろんな遠いとこから来てくれた人たちの、うん、熱が伝わった。ああ、それに応えたい。心が入った。で、そのだから1年目2年目というふうなものの上に、その上に行けるようなものは必ず作らなければいけないと思ったの。だからあの時はね、本当に、すごかった。君も危機感を感じたやろ。危機感っていうか、なんかワクワクドキドキしました、ね。一緒にやる仲間が結構レベルが高いぞって感じで、一緒にやりたいな。潰してやるとか思ったよ。そんなことはないと。いやでも切磋琢磨できる仲間でみんな劇団経験者とか来てるから嬉しいと思ったでしょ。そうですね、なんかもっともっとパワーアップしていけるんだなっていうのがなんか純粋にワクワクしましたし、今もワクワクしてます。これからもっともっと良くなるんだろうなって感じが今もう始まって、昨日からオープンしてますけど、僕も初日入ったけどとても初日とは思えるレベ演技レベルじゃない、今朝もね朝礼でしゃべったんだけど、結局お化け屋敷っていうのはそのハードね、箱を用意して、でその、まあ、彼女も含めたスタッフでそれを育てていく、ああ足をこうしようっていうのがあのそうです、ね、我々のお化け屋敷の良いところで、普通だったらねあのレベルに達するのに1ヶ月は前回全然かかってるんですよ。最初はねなんか行ったらねお化けが間に合わなくて出てこないとかね、そういうのがよくあったじゃないですか。あったね、フォーメーションの悪さ、それが今的確に出てくる。あ、ここ出てきた、ぴったりだ、ぴったりだ。でみんな熱演する、うまいから誰かな、これ舞ちゃんかな、牛崎さんかな、さっちゃんかなと思ったら、あれ新人の人こんな演技できるんだっていうのがね、昨日の時点でも随分ありましたから、これはすごいチームができちゃったんじゃないのかなっていう印象がありますよね。それはだけどオーディションの時にもうその予感はあったよね。ありました、ありました。今年はいいわ、レベルが高いと思いました。あとね、僕ね、みんなにも見どころどこですかって、やっぱり役者経験者の草木女軍団っていうのが見どころなんですけど、ああこんなものがまだこの平成27年に残ってるのかっていうグッズの数々、これどこで見つけてきたのっていうのが何個もあったんですよ。実はあそこでもらってきた、ここで借りてきたって言って、あ、これを見るだけでも価値があるなと。そこがね、町おこしお化け屋敷だということですよ。でその村上記念病院さんが、その廃屋っていうか廃病院になったところに、ええもんたくさんありますせっていうようなことで、それで、いっぱいね、あの使ってくださいということで提供されて、嬉しいですね。そういうこと。柳瀬のゲームセンターがもう閉めちゃったんで、使ってくださいっていうふうな、備品提供っていうのはやっぱりその町の皆さんのご協力というようなところが。ちょっと懐かしい感じのゲーム機が置いてましたね。そうですね、あの乳母車も僕ゾッとしました。これもう50年くらい経ってるんじゃないかな。乳母車もね、あれ貴重ですよ。とにかくメンバーが探してきて、いや、だから美術面アート面でも評価できるお化け屋敷っていうのは、 ありがとうございます。ね、ないですよね、でますますそれであのタイムトラベル感が増してて、疑似体験できますよ、昭和の。そうそう、それは狙いじゃん。そうですよね、もうだからタイムスリップしてるんだから、やっぱりそのパラレルワールドというか、迷い込んだ感みたいな。そうですよね、そういうことを狙ってるんだから。だから今のね、新人のタレントとか、まあ、大体うち毎年 4,5 人入ってきて1人2人辞めるみたいな構図ができてるんですけど、2,3 人ずつ毎年残っていくんですけどね、で新人のこと話してるとやっぱ全然知らないですよ。え、何ですか、オウム事件って私よく分かりませんとか、え、知らないのって、3億円事件って何ですかって、だからやっぱ昭和のことを知らない子たちにぜひ入ってもらって、あれを体験するとやっぱこうなんか自分のお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃん生きてた時代をこう匂いを感じることができるんだろう。そうそう、僕が考えるのは、お化け屋敷っていうのはノスタルジーの歓喜と想像、つまり我々の世代はああこんな風だったかなというふうな、その町に対する郷愁を喚起することと、今の子供たちにはノスタルジーの創造、柳瀬でこんな体験をした、それがその地域愛につながって、柳瀬、まあ、僕みたいな人間がたくさん出てきてくれたらなっていうふうなことを思うの。そうですよね、だからやっぱりその
今血が通ってない IT の発達した時代は便利ではありますけども、はい、昭和の武骨で不器用な時代をがあって自分たちの今の生活があるんだと思い出してくれればですね、何か新しいものをやってくれる子たちが生まれるんじゃないかなと、うん、それはもうだけど山口さんとずっと話してるけど、その今そのパソコンのディスプレイの前でその全部が揃うでしょう、買い物とか、その娯楽とか、そう映画です、映画ですら見ますか、そうそういうのが、だけど当時は出かけなければ獲得することができなかった時代、お化け屋敷っていうのはまさに出かけなければ体験することができないところ、そこでやっぱり自分たちのメッセージっていうのを受け取ってほしいという思いはありますよ。そうですね、例えば映画見るにしても映画館に行って待って、パンフレットを持ちながらこうワクワクしながらゴジラ映画を待ってたとかですね、そうそうそう、あの感じですよね。そうそう、で野球だって、ね、今だともうネット中継とか 見えますけど、僕らの時は球場行ってジャイアンツの試合ちょっとね、ジュースを見ながら親父と一緒に待つとか、ああいう街ワクワクして何かが始まるのを待つ、そこに行って探すっていうことをやってもらわないと、あのね、本当にそうなの、だから自分たちの時代の良かったっていうのは、例えばレコード屋行ってこうやってレコードをね、ジャケットジャケットを見ながら2500円やし、これどれだったらいいんやろうと思いながら、 そこでその店員さんのアドバイスで、まあ今度のあれいいよとかいう話で、そうということで、その2500円の買い物するにもそこに割とこう触れ合いがあったり、そういうのがあるんですよね。マジさん、そういうのあんまりない？レコード今ネットで配信されるでしょ。そうですね、まあ、なるともう少し、そうなんです、ね、その例えばそのビデオ屋さんね、エロビデオを借りるのにも、やっぱりこうしてこうしてね、こう悩むんですよ。監督塾上代々木中監督にするか村西にするか、こう悩むとか、そうそうそう、宇宙企画にするか悩むくだらね、女優村上玲奈が好きだけどどうしようか、村上玲もおるぞという、その結構ね、なんかね、本当ね、迷うのがいいんですよ。だけどそれもね、全部これこうパソコンが配信するでしょ。そうなんです、だからね、やっぱそういうのよくないよね。あのエロ本とかね、まあ、エロ画像とか、もういい加減にしなきゃいけないけどね、ダウンロードしちゃうでしょ、ダウンロードする、あれ俺らね、俺とか吉村の世代は必ずどっか風呂屋でエロ本とか買ってきて、ベッドの下とかに隠しておいて、お袋に見つかって捨てられちゃうっていう、あるいは、ね、そうそう、見つかって気まずい思いをするっていう、本屋さんでさ、エロ本に行き着くまでに、まず少年ジャンプとかこう読みながら、こう水平移動して、そしてだんだんね、いきなり行けないもんね。そのエロコーナーっていうのはやっぱりこのあるこうステップを踏んでいかないと、あの、いけないで、エロ本だけ単体で買うのが嫌だから、そこの上にね、そのジャンプとかそういうのを乗せてお願いしますって言うと、もうレジがお姉さんだったら大変だったら、大変、うわなんだよ親父じゃねえよみたいな、映画の友とかね、さっきのビデオはもう大体5本とか買うんで借りるんですよね、大学時代で。そうで、この女優は確実だけど、これは企画ものだから外れるかも、これは盗撮ものか、うーとか、これは塾上の、これどっか当たり、5本中2本当たれば OK って見て、あの全部外れの時とか、そうそうそう、なんじゃこりゃひどい時代だったんだから。でもあのね、あの喪失感がね、あ外れたとかね、だってミニ本とか買ったら中身違う女優だったとかね、そういうのは高校時代大学時代やってきたんですよ。でバカなことだったけど、今となってみればすごいそれがね、いいんですよ。そうですね、ね、いいですよね、だからやっぱり人を介して買い物をするからね。そうなんです。でそこにはなんかやっぱりあるけど、今はこうボタンが押すと何かが送られてきたりとか、まあそうですよね、あれがいい、あれがいい、よくない、よくないです、ね、うん、よくないと思う。山口敏太郎の日本大好き。福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。こんにちは、一休妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。
Android、iPhone の無料アプリとして発売中。あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉親王頑張れ。諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と貴品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギジャッカロブラ。こいつを待ち受け神にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン。まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書。さらにさらに呪い面の実物大写真。またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場デックス東京ビーチ4階台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君ぜひとも来てくれたまえ。宇宙人コンテスト in 福島第2回の開催が決定しました。2015年10月の17日、時間1時から5時まで福島駅から徒歩5分の会おうぜというところでやります。宇宙人仮想の部、イラストの部両方ありますので、どちらでもご参加ください。参加費は無料。審査委員長には山口敏太郎氏、そして UFO 研究家の竹本亮さん。宇宙人コンテスト実行委員会で審査も行います。そして、宇宙人コンテスト in 福島のオフィシャルサイトがあります。詳細はそちらをご覧ください。 aliencontest.jimdo.com です。山口敏太郎です。皆さん福島に集まってください。宇宙人コンテスト、これは見逃せません。そしてなんとあのレジェンドが参加します。皆さんぜひご参加ください。なんかの時はね、まだファミコンが出てきたのが大学入ってからだから、ね、ゲームっていうと人生ゲームとかね、そういう、そうですね、あの頃もね、僕らゲーセンでやってましたもんね。ゲーセンもあった。パックマンとかね、パックマンあった。人生ゲームってさ、結局そのなんか変なことして貧乏農場に行くか億万長者になるか、今表現がそれじゃないよね。あ、そうなんですか。らしいよ、貧乏農場っていう言葉。貧乏農場だったでしょ。あの貧乏なのか金持ちなのか非常に分かりやすい。そうほぼなんての奴隷じゃないですか、貧乏農場。ねえ、それ NG なんですか。いけないみたいですよ。だから今人生ゲームは、開拓地、開拓地は多分そんなことか。開拓地を開拓してる、そんなふうに、なんかわばばになりましたね、表現もね。でも今回ちょっともう最強レベルになってるんで、そう思う。僕はもう正直入って、うちのかみさんは絶対入らないって言ってましたけど、俺もね胸が熱くなったもん、お客さんと一緒に入ったんだけど、そのああと思う。ありがとうって思う。告白してくれてありがとうって。タイミングが完璧です。そうそう、告白してくれてありがとうって。そもそも M じゃないですか、私ね。ですので、本当は告白してくれてありがとうというふうにね。いや、小学生だったら俺ビビって腰抜かすぎますよ。そういう人いる？その腰抜かそうになる人いるでしょ。あ、もうなんかびっくりして転がっちゃう人や、もう倒れちゃって起き上がらないんじゃないかって人もいる。だってびっくりする、もうあのタイミングでナイスタイミングで出るから間合いが分かってるもんね。あ、でもそれはやっぱりその会場のエネルギーとか、その道だったりいろんなところがあるじゃないですか。そういうのもそうだし、あと一緒に口裂け女以外の、ね、スタッフの人たちともやるんで、そのチームワークと会場のなんか作りだとか、あと照明の当たり具合とかがすごくこう、そう全部相乗効果で嬉しいね。あの森富さんの お気に入りの場所は言っちゃって大丈夫なんですか。まあアバウトの言い方だったらいいんじゃないですか。そうだね、あの辺りラジオだから。そうですね、私のお気に入りの場所は墓場ですかね。吊り橋のとこ、
ああ、吊り橋のあたり。吊り橋はいいでしょう。吊り橋はちょっと逃げようにも逃げられない。走ろうにも走れない、うん、人生を表してる吊り橋だからね、うん、あれはね、ガタガタ、ああいうもんですよ人生というのは。やめて追いかけるのやめてって感じだよね、本当ね、 M だから大丈夫。あの吊り橋だけですよね、あの前回の、あ、アンコール、アンコールで、うんうん、ああでもちょっとクランクみたいになってるじゃない、私は。あ、前回一本足でしたよね、一本道でした。そうそう、あえてちょっとジグザグっぽくなって、うんうん、そうそう、クランクさせた。あれがまさに俺人生の曲がり道だなと思っていて、うん、あ、休んだり曲がってみたり、うん、揺れてみたり、走ろうにも走れないもどかしさ、あ、吉村さんこの吊り橋を作りながら自分の人生を考えながら作ってるんだなと、深いなと思いながら渡りましたよね。そこまで考えてない、俺考えながら渡りましたけどね。まあそうね、あの教室の廊下とかも、あのね、あそこももうこれなかなかね、なんだこれっていう、そういう感じでね、詳しくは言えないですけど、だから夕暮れの帰り道だから、その廊下の窓は赤く染まって、あ、それはしてるんですね。そうそう、赤く染まって。でもね、病院コーナー一番怖いですよ。あそこは気分が悪くなるね、なんかやばい感じがする、うん、なんかね、なんか俺ね、違うものが必要な気がして、あ、結構そこ気持ちにガーッとプレッシャーが来るんで、僕そこまで感じない方なんです。本物の備品ですからね、まあ、本当に病院で使ってた、その病院で使ってた、ちょっと半端ない怖さがありますよね。そうですか、やっぱり山口さん見てるとこ違うわ。僕あそこが結構何か心霊写真とか撮れるんじゃないかなと。早速初日撮れましたからね。あ、手がね、生えてる、手が2本生えてる、そうそう、もうすぐネットニュースに差し込みますけど、我が社としては。いや、でも、まあ、そっか、他にもね、いろいろ見どころ満載で、そうです ね、今回はちょっと、あの、うん、1年目がほら、鵜飼船でしょ、あ、トロッコって言われた感じの、トロッコで、鵜飼船、2年目が電車、市電、で、3年目はさて何かっていうね、そうですね、何か乗り物がこう来て、うん、乗り物が。乗り物に乗ってタイムトラベルしてください、うんうん、でやっぱりオープニングの伊佐監督のあの VTR の怖いこと怖いこと、あれあそこでリタイアする人いますもんね。もうだって異常なこう画面の迫力でしょ。でだんだん追い込んでくるでしょ、画面の中で。やっぱりプロがやる職人の仕事ってのはこうではなきゃなと思いますね、うん、そうそう、コラボムービーも撮ってね、で森富さんもあのこう主演のとこに名前を書いてもらって、伊佐監督に撮ってもらえたって本当幸せですよ。そうそう、ね、いや、あのムービーをね、前室で見せられた子供はね、うん、もう頭の中でもうカッともう脳内物質出まくりでね、もうそれ以降も怖くて、多分見えない第三の人が見えちゃう可能性もあるんじゃないですかね。うん、なんですか。いやいや、山口さんとそこら辺が違うんで、僕はだからこの困難な夕暮れの帰り道を乗り越えて家に着いた、暖かい家に帰ることができたというふうなところが、このなんていうの、この、あの僕の思うところなんだけど、僕はね、あの、なんか子供の頃って妄想をよくするじゃないですか。俺らの今でも妄想すごい。で大人になるとでもある程度妄想にこうブレーキがかかるでしょ。かからないの。かからないですか。そうそうそう。あ、そうですか。うん、だからね、なんか本当に妄想力、あれ僕は言ってるの。僕はありますよ。で僕が言ってるのは一般のユーザーの方々で、あの会社勤めとか、職場で、ね、上司と部下に挟まれてしんどい思いをしている40代のお父さん、30代のお父さんに入ってもらって。伊佐監督 VTR で触発されて、脳内物質を出して妄想力を立てながら、意もしないはずの幻影とか懐かしかった思い出とか忘れてたことを思い出してもらって、それでちょっと妄想に遊んでもらいたいなと思ってるんです。それはそう、だからね、そうするとまたね、また現実社会リフレッシュできますよね。うんうん、そうだね。だから山口さんがその中年の人にも見てもらいたいっていうふうなおすすめ、おすすめ、ね、されてたと思うけど、それもよくわかる、ですよね、うん、ノスタルジーの歓喜とノスタルジーの喪失、そうですよね、うん、だからやっぱり妄想力ってやっぱ人を生きる力ですよ。あ、そう言いませんかね。やっぱ妄想力とは自分に酔う力やな。そうですね、僕はね。あ、それは言えると思います。うん、こういうことできんじゃないかなとか、あ、こういうアイディアあるよな、とんで、そこで、あ、無理だからやめちゃおうと思っちゃダメなんですよね。俺はね、だからあの幸せだと思うことが2つあって、自分が、どんな状況でも寝られる、寝られる、
ね、寝れなか寝れないことはないから。よく寝てますもんね。寝ますね。昨日もね。寝た。寝ちゃった。そう。酒飲んでると寝たりするんだけど。で、まあそれと、今一つ何を言おうとしたのか。あ、自分に酔う。本当にどうしようもない状況で、こう参加一人でこう酒を飲んでると、こういうのは。かっこいいかもしれんなっていうふうに自分に思うの。一人飲みの夜はそういう伝えたものなんですね。そう。もう3年目の救済の、ね、3年目の救済でクソったれと思いながらバス停でこう一人で酒を悔しさを紛らわすために飲んでる時に、あ、今俺ちょっとええとこにおるわと思うの。それはわかりますよ。そこから涙流しています一人飲みの夜にっていう、ね、そういう風な歌ができて、この悔しさに悔しさありがとう、あ、そうですよね、涙くんありがとう、ありがとう涙くんみたいな感じで、このやるせなさと悔しさがこの名作を生んだということを思うと、その あの悔しさをくれた人たちにもそういう意味では感謝できる。だから寝れるってことと自分に酔えるっていうふうなことで、そのあのが俺は幸せ。やっぱそうですよね、だから吉本さん去年気づいてよく気づき、なんかね、あの気づきながらもなんかこう気づいてる自分がいいなと思ってるところあるんじゃないかなと思ってたんですよ。この昇進の俺ってどうよみたいな感じがね。やっぱ山口さん分かってるわ。そうだからあの曲を聞いて、あ、やっぱそうなんだな。でももうほら舞ちゃんの夢芝居の時に聞いてくれて、そのほら歌詞カード配ってくれた時に、山口さんもそこまで読み取るやん。あ、これ吉村さんがお化け屋敷できなかったら悔しさが歌になったんやってことで、やっぱりよく分かってくれてるんやなってことは思う。割とあの表面的なものしか見ない子が最近増えてるんで、ちゃんとこの行間にどういう気持ちがあるとか、どういう心境で書いたのかなっていう、読む力がやっぱ日本人にはちょっと失せてきてますよね。それはだけど、それも山口さんのそれは作家としての能力もあるんだけど、まあ人生を共有したからこそ理解できるものもありますよね。あったと思うし、同志というところはね。そうそう。まさにそういう歌で、その森富さんの中年という芝居もそういった夢を諦められずにいた二人の人のその物語って、そういうことですよね。美しい。山口敏太郎の日本大好き。福島には UFO の形をした UFO ふれあい館という市の施設があります。こんばんは、小木野あさみです。お台場デックス東京ビーチ4階で毎月開催中、猛烈アイドル歌謡祭。私、薬剤師タレントの荻野をはじめ、現代妖怪14代目トイレの花子さん、荒引き団で人気の美男男、ハーフアイドル中村コニーたちが歌って踊って暴れます。入場料無料、妖怪博物館の半額券もプレゼント中。2015年8月まで毎月開催中。詳しい日程はブログ妖怪王をチェックしてくださいね。どうぞよろしくお願いします。世界は陰謀に包まれている。秘密結社、謀略、暗殺、テロ、この地球を覆い尽くす数々の陰謀と謀略を暴露するオカルト男塾、山口敏太郎がテレビやラジオでは言えない秘密の情報を完全網羅。オカルトファンはぜひ参加してください。会場は浅草マルベル堂ビル、浅草 1-29-9、 浅草公会堂の横です。オカルト男塾。古から日本人の聖地とされてきた浅草にて、新しき階段が始まります。浅草女子階段。多くの女流階段師が集う浅草女子階段へいらしてください。2015年4月より毎月1回開催。会場は浅草マルベル堂ビル、浅草 1-29-9、 浅草公会堂横になります。料金は前売り1800円。ご予約お問い合わせは TOKUSHIMA5566、 徳島5566@yahoo.co.jp まで。皆様のご来場をお待ちしています。
だから今回またあのあれですね、最後にちょっと PR 見どころとかこういうとこ来てみてねとかところをお二人に言ってもらって締めという感じにしたいなと思いますので、まずじゃあ舞ちゃんから。そうですね、この放送を聞いていただいている方全国にたくさんいるかと思うんですけど、岐阜の魅力がたくさん詰まったお化け屋敷になっていると思います。ぜひ皆さん全国から夏休みにもなりますし、他にも岐阜には見どころたくさんあるところです。観光がてらお化け屋敷にもぜひ遊びに来てください。岐阜城を見たついでに寄っていただくとかね、はい、ね、鵜飼を見たついでに寄っていただくとか、逆にお化け屋敷を見た後に、あれ、あの吊り橋のあるとこどこかなとか、 あのトンネルはどこなのかなって言ってもらうのも楽しいんじゃないかなと思います。ああ、そうですね、そういう逆のパターンもあるよね、はい、岐阜の名所にリアルな名所に行ってみようみたいな。ぜひぜひですね、実際こんな世代は当然のこと、はい、そのね、子供さんたち孫さんたちもみんな来てねと。そうですね、老若男女皆さんに楽しんでいただけるものになっていると思っています。僕はね、あのサムライジャイアンツの最終回みたいなって言いましたよね。分かりにくい話。最後バンババンがもう死んじゃうんだっけ。まあ、アニメ編では知らないんですけど、あの分身魔球とかハイジャンプボールとか全部ね、ハイジャンプ魔球とか全部合わせたやつになっちゃう。総集編の球を投げて大リーグに勝つんだけど、なんかね、今回本当のね、全ての技が入ってる感じです。うん、もう俺もう今までのノウハウがもう完璧になってるの。だ絶対もっとおすすめできるよね。楽しみです。ミニ岐阜、岐阜の魅力がぎっしり凝縮されてる感じ、はい、ですよね。ぜひ。吉村さんはどうですか。あのね、だから恐怖の細道という、はい、この第3作ですよね、夕暮れの帰り道は、はい、五感そして六感、霊感ですか、五感と、プラスワン霊感、そしてその人の記憶にまで襲いかかる、うん、そのお化け屋敷にもうしたくて、まあ、そうなったと思ってるんですよ ね、 なってますね。記憶ノスタルジーの喚起喪失、その、そういったものになってると思うんですよ、まあ、そこら辺をまあ、まあ感じてもらえるかなというようなことはちょっとわからないんですけれども、その不安定な足元であるとか、そのこのね、降りかかる何かとかあるじゃないですか、これね、これそのないでしょ、そんなお化け屋敷ないです、このね、はい、それはないと思うの。照明も前回に比べてかなり暗くしてるんで、あれ正解ですよ。そうだね、明るすぎるとちょっとね、なんかがっかりする、見えない闇があっても人生っていいんじゃないかなと思いますもんね。涼しさを感じてもらえる具体的な仕掛けがある、あ、そこ、ね、それ多分そこでそれやったお化け屋敷ってないと思うんですよね。あれは新しいお化け屋敷じゃないと思う。な、多分ないと思う。で、それが面白いのは乗り物に乗る、渡る、揺らめく、かかる、まあそういうね、かかるね、あのそういったところがその人のやったことには興味がないから、そういった新しい仕掛けが あります、お化け屋敷史に残るお化け屋敷を今回作ったと思っています。僕はね、いろんなお化け屋敷今まで入ってきましたけど、多分僕最強だと思います、間違いないです。あの本当に日本一のお化け屋敷を目指して、あの日本一だとは言いませんけどね、作ったお化け屋敷です。でいつかそこにたどり着きたい。すごいですよ、柳瀬は日本一を目指す。あとグッズも今年はあのね、スマあの iPhone ケースとか、そうそうそう、あの口先焼き、口先ベビーカステラ、あれも美味しいですかね。あれ美味しい、美味しい、あのちょっとカロリーも低くて中高年にちょうどいい、さっぱりして美味しいし、あの口先女の口の形をした可愛らしい、あのベビーカステラ、あと牛滝の唇の型を取ったあのべっこ飴とか、あとあの好評だったあのバッジもまた再発売してますので、あれも人気ですよね。それもちょっと最後にね、来ていただく方におすすめしたい。そうですね、まあ本当に魂焦がしてというね、舞さん、あのそういったあのお化け屋敷を日本一を目指して作りましたので、まあ本当に皆さんね、お越しください。そうですね、これワッチの人と
あのラジオ3期の人はすぐ瀬戸市と岐阜市で来れますからね、うん、そうですね。で、まあ、当然浅草と徳島の人もぜひ来ていただいて、ネットで聞いてる人は静岡とか三重の人も多いんですよ、うん、京都の人も多いんで、まあ、その人たちも車ですぐ来れますんで来ていただくということで、ちょっと、ね、今年の告知というか、お知らせですということで、ね、吉村さんとサイン欲しい人、写真撮ってもらえる人は撮ってもらってもいいですし、俺も、ね、いや、あ、だってあの名曲あの「さよなら」とか「一人飲みの夜」とか名曲だと僕よく言われますよ。 ありがとうございます。君のソング、うん、あらあの誰が作ってるんですかとかね、よく聞かれますもん。あ、吉村さんと一緒が作ってるんですよって。あれはなんか中高年にグッとくるよねっていうのが ありますんでね。あの新しくね、魂焦がしてが聞こえるっていう歌も作りました。あ、そうですか、それもじゃあちょっとファンの人はね注目して、うん、この間前夜祭で披露したんだけど、ああ、うん、ちょっと僕も聞きたいですね、うん、ということでちょっと今回はちょっとお化け屋敷スペシャルということでお話をさせていただきました。森戸舞さんと吉村さんでした。吉村代表でした。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さんよろしくお願いします。熱にうなされた青春の記憶がはみ出し者たちの夢が続けてる俺たちの胸で、そしてもう一度夢見ることを夢見る。 We are such a sweeping We are such a sweeping 今夜もまた街が呼んでる。 We are such a sweeping We are such a sweeping そんなタフじゃねましてヒーローでもない。 Don't you We are such a sweeping We are such a sweeping また今夜も街が